ローラン・イレールローラン・イレールは、フランスのバレエダンサー、バレエ指導者である。パリオペラザ・バレエ団で1985年から2007年まで、エトワールを務め、クラシックバレエの諸作品からコンテンポラリーに至る、幅広いレパートリーを踊り、同じバレエ団のマニュエル・ルグリと人気を競った。世界各国で、ゲストダンサーとしての出演が多く、シルビー・ギエム、アレッサンド・ラフェリ、ノエラ・ポンとは、 エヴァエフドキモは森下陽子などと共演している。とりわけギエムとのパートナーシップで知られた。パリ出身。幼い頃は体操をやっていたが、両親が引っ越した先には体操クラブがなかったため、その代わりにダンスのレッスンを受けることになった。そこで教師に素質を認められ、進められて1975年にパリオペラザ・バレエ学校に入学した。入学当時はクラスに、 女の子が20人いたのに対して男の子は彼ただ一人のみだったという。1980年17歳で同校を卒業すると同時にパリオペラザバレエ団に入団した。以後は順調に昇進し、翌年カドリーユに昇格した後、1982年にコリフェ、1983年にスジェに昇格した。同年、 当時パリオペラザバレエ団芸術監督を務めていたルドルフ・ヌレーフに抜擢されてコッペリアで初主演を果たした。1984年は真夏の夜の夢など3作品に主演した。この年には第1回パリ国際バレエコンクールに同僚のイザベル・ゲランをパートナーとして出場し、共に銀賞を受賞している。1985年はジゼル、 ロメオとジュリエットなどに主演し、有望な若手ダンサーに贈られるカルポー賞を受賞した。同年、白鳥の湖で主演し、ヌレエフによってプルミエランスールを飛び越して11月2日にエトワールに任命された。イレエールは、長身で容姿に恵まれ、身体能力も引い出ていた。クラシックバレエの諸作品では、優美さを体現し、コンテンポラリー作品では、 鮮明な身体表現を見せ、常に気迫のある舞台で賞賛を受けた。演技力にも優れ、濡れ布振付の、くるみ割り人形では不気味なドロッセルマイヤーと美しく、リリシー王子の2役をこなし、ローランプティ振付の、ノートルダム・ド・パリの悪役、フロロを鋭く激しい動きで踊り演じて、フェビウス役のマニュエル・ルグリの柔らかく華やかな表現とは、交代賞で高い評価を受けた。 ヌレーフは飛び級でのエトワール任命をはじめとして、様々な作品でイレールを徴用し、ヌレーフ世代を代表するダンサーとして知られた。ヌレーフが最後に振り付け、遺作となった全幕バレエ、ラバヤデールでは、主役のソロルを初演した。この時のヒロイン、ニキヤはイザベル・ゲラン、ガムザッティはエリザベット・プラテルが踊り、これはヌレーフが最も望んでいたキャストであった。 ヌレーフ作品の他にも、モーリス・ベジャールや、イリキリアン、ウィリアム・フォーサイスなど現代バレエの巨匠とのコラボレーションも多く、1987年には当時、パリオペラ座のエトワールだったシルビー・ギエムと共に、フォーサイスのインザ・ミドル、サム・ホワット・エレベーテッドを初演している。ギエムの相手役として、たびたび共演し、彼女が1988年に、突然、 パリオペラザバレエ団を対談して、ロイヤルバレエ団に移籍した後も、世界各地で共演した。ギエムとは、インザミドル、サムホワットエレベーテッドや、ベジャール振付の、春の祭典、エピソードといった現代バレエ以外にも、白鳥の湖などのクラシックバレエの名作でも、共演するなど、彼女からの信頼が厚く、イレールもギエムに愛着と尊敬の念を持っていた。 アレッサンドラ・フェリ、ノエラ・ポンとは、エヴァ・エフド・キモは、森下陽子などとも、世界各地で踊り、サポートの匠さとパートナーへの行き届いた配慮を見せ、批評家と観客の両方から人気が高い、ダンサーであった。1998年には、芸術文化勲章・シュバリエを受賞し、2004年には、ブノワ賞を受賞した。2007年に定年を迎えて、パリオペラ・ザ・バレエ団の舞台から去り、 以後はメートルドバレーとして更新の指導に当たることになった。これは現役ダンサーだった頃に当時のパリオペラザバレー団芸術監督ブリジットル・フェーブルからラ・バヤデールの再演で踊るダンサーのパドドゥの指導を依頼されたのがきっかけであった。イレール自身も現役時代のインタビューで人に何かを与えるということはとても豊かなことだと思うのですと語っていた。 イレールが踊る映像は若い頃から現役最後期のものまで多く残っている。2000年に撮影されたニルスタベルニエ監督の映画、エトワールなど映画にも出演した。イレールの娘は二人ともパリオペラザバレエ学校に入学し、バレエダンサーへの道を歩んでいる。長女のジュリエット・イレールは2008年にパリオペラザバレエ団に入団した。 2014年5月29日、フランスの日刊誌、フィガロは、イレールのパリオペラザメートルドバレー及び、芸術監督補佐退任を報じた。公認にはメートルドバレーのクロチルドバイエが就任した。なお、バイエの公認メートルドバレーには、2015年5月引退予定の、エトワール、オーレリー・デューポンが引退後に就任することが決まっている。2017年1月1日付で、 イーゴリ・ゼレンスキーがバイエルン国立バレエの芸術監督に専念することになったため公認としてモスクワ音楽劇場バレエ団の芸術監督に就任した。契約期間は5年。カドリーユ。パリオペラザバレエ団の階級では一番下となる。主にコールドバレエを踊るダンサーが所属する。コリフィ。パリオペラザバレエ団の階級ではカドリーユの上。 スジの下で主に、コールドバレーを踊るダンサーが所属するが、作品によってはソロに抜擢されることもある。ス字ジパリオペラザバレー団の階級では、コリフェの上で主にソロを踊るダンサーが所属する。作品によっては、主役級を任されることもある。主事と表記される場合もある。プレミアドーンズは、パリオペラザバレー団の階級では、上から2番目に当たり、 エトワールの元、スジェの上で、ソロや主役級を踊るダンサーが所属する。女性の場合は、プルミエルダンスーズと表記する。プルミエルダンスールを飛び越してのエトワール昇進は、他に2004年のマチューワニオなどの例がある。ありがとうございます。